こんにちはこれからイギリスの文学後期第4回オスカー・ワイルドの回を始めます前回まではビクトリア朝の小説とか詩などについてお話ししたわけですけども今回は主にビクトリア朝の舞台芸術についてお話ししたいと思いますそれでですねあの主にオスカー・ワイルドのお話をしたいんですけどまずは ギルババートサリバンのお話をしたいいと思いますで、これはの台本作家のウィリアム・ S ・ギルバートと作曲家のアーサー・サリバンのコンビです。で、えっと、今ですね、ヴィクトリア朝のイングランド、イギリスの舞台芸術で、 今も定期的に普通に上演されるものはおそらくギルバートサリバンとスカー・ワイルドしかないと思います。他にもですね、ぼっちぼっちたまにあの上演される作家ってのはいなくはないんですけども、ビッグネームは多分この,とこのギルバートサリバンコンビとワイルドだけですね、おそらくであの。で、ところがですね、ギルバートサリバンは あの音楽劇、あのオペレッタの一種であるサボイ・オペラって呼ばれる面白おかしい聴歌劇をコンビで作ってた人たちでして、まあ、ストレートプレイあの芝居あの、セリフだけのお芝居ではないのでちょっと文学史とかにあんま入ってこないんですけれどもあのとにかくですねこのサボイ・オペラっていうのがバカバカしいんですよ、ナンセンスなんです、本当に。ナンセンセスギャグの なんかもうがつながってる感じでしかも政治風刺とかも結構あってそこにですね綺麗なメロディーの楽しい歌が乗ってくるっていうのがサボイオペラです。で、あのーまあ、代表作としてはですねこのコンビの代表作は「戦艦ピンナフォア」とか「ンザンスの海賊」とか「帝」とかがあります。で「帝」は何しろ「帝」っていうタイトルでこれなんかですねに日本のティティプーってとの都ってところがあの舞台なんですよ。 なんか秩父じゃないかって噂で秩父でもうミカド上演したりしてるんですけど、まあ、これはなんかあのー、あんまりですね、あのー、一応日本が舞台だってことで日本で上演されたこともあるしそこそこの知名度があるんですが、ま、た多分なんか人気はないと思いますあんまり戦艦ピナフォアとかペンザースの海賊とかなんかみんなあんまり全然上演されてないと思うんですけれども、えー、と,とにかくですねなんか面白おかしい話でなんかナンセンスギャグばっかりです 本当に笑えるんですけどもで私は結構好きなんですけどもあんまり日本で見ることはできません。で、あのそれでワイルドみたいな劇作家が出てくるあの背景としてなんか結構ですねあの面白おかしい感じのセンスの,あのお芝居舞台はビクトリー中の人が流行ってたっていうのが多分,なんか多分重要なんだと思うんですよ。で あのユーモアのセンスっていうのが、まあ、舞台ではあの、イギリスの舞台ではとても高く評価されますので、まあ、そういうものが流行る土壌があったっていうことは、多分ちょっと頭に置いといてもいいと思います。で、あの、まあ、あの、ギルバットンとサリバンは、日本ではぜ多分全然人気出ないと思いますけれども、まあ、音楽は素敵なんで、聴いておいてもいいかなと思ってます。それでは、オスカー・ワイルドに行きましょう。で、オスカー・ワイルドの本名は、オスカー・フィンガル・オフラハティ・ウィルズ・ワイルドで、 これですねフィンガルとオフラハティがものすごくアイルランド的な名前なんですよ。で聞いただけで、あこいつアイルランド人だってわかるんですね。で、なんでかっていうと、これお母さんのせいだと思うんですけど、えっと、お母さんがですね、著名な作家のジェーン・フランセスカ・グネス・ワイルドという人で、この人、通称スペランザという作家で、なんかナショナリストなんですよね。アイルランドの 文化とかにものすごく強い興味を持っていた人で、まあ、そのせいで多分息子にすごくあのなんかアイルランドっぽい名前をつけたということなんですね。であの、まあ、お母さんの,このジェーン・ワイルドはあのアイルランド系の人たちの間大変有名な人であの物書きとしてよく知られていまして。であの まあ、あ,のあとその愛国心も強かったので、で、まあだから、一応政治的にも文学的にもよく知られた人で、あの出てきたばっかりのワイルドは、かなりあのお,かお,あのお母さんの,あのジェーン・フランセスカ・アグネス・ワイルドの息子だからっていうことで、いろいろあのひち,ちょっとあの人目を引いたってこともあるみたいです。ですが、あのワイルドの家は、あのアングロ・アイリッシュの家庭、つまりイングランド系アイルランド人の家庭で、アイルランドの中ではちょっとあのまあ、 あのエリート層なんですよね1854年10月16日、W 生まれなんですけども、あのちょっとエリートゃ、若干エリート層なんで、なんかいわゆるあの、えっとまあ、カトリックのアイルランドの,あの一般庶民とはちょっと違うお家なんですけど、まあ、あのそうは言ってもあの、お母さんのスペランドはナショナリストであったと。でプラス、母のおじに当たる、まあまあ、ちょっと遠い親戚と言っていいでしょうけど、作家のチャールズ・ロバート・マチュリンという人が、 こ,れこの人が書いたですね、放浪者メルモスという作品、大変有名な、まあ、あの古典的なあのファンタジー作品でして、であのワイルドは結構、だから文学的な家庭に育ったんですね。で、まあ、そのせいでいろいろ、まあ、あのそれ子どもの時からいろいろなあの文学に触れていて、それで、長じで作家になったということが言えるでしょう。 でえっと、ワイルドはですね、トリニティ・カレッジ・ダブリンあの、アイルランドで一番古い有名な大学です。あのえっと あのなんかケルズの書とかを今持っててすごいあのジ,ェジェダイ評議会のモデルになったとかいうのその大きいすごい素敵な図書館がある大学ですけれどもでそこで学んだとイングランドのオックスフォードで学ぶと1884年にコンスタンス・メアリー・ロイドという女性と結婚してシリルとヴィビアン2人の息子に恵まれるんですがワイルドは多分ですね女の人より男の人の方が多分好きで、えー、と男性と不倫を始めます。 で単なる不倫なら、まああなんかあの離婚したりとかそういうことで、なんとか解決できるのですが、この当時、ですね英国では男性同性愛行為が違法だったんですね。あの恋愛感情は取り締まれないんですけど、性交渉があると取り締まれるんですよ。まあ、そこがちょっとたいあの難しいところなんですけども。で あのそれでですね、であのボーイフレンドでスコットランドの貴族のクイーンズベリ公爵の息子である詩人のアルフレッド・ダグラスキを通称ボーゼーという男性と不倫関係に陥ってしまいます。で、このボーゼーがですね、2ラブズ、2つの愛っていう詩を書いてまして、そこにですね The love that its name、その名を口にできる愛っていうのが出てきて、これについての詩なんですけど、この2ラブズっていうのは。これですね、おそらく同性愛だって言われていて、あの、 なんかこの口にできない、つまり違法なので、ですが、あのなんか愛し合ってるっていうので、まあ、これ、よくですね、同性愛を言うと、あのビクトリア朝の同性愛の話をするときによく、アンスピーカブルとかっていうふうに、今の分析で言ったりするんですけど、なんか、あのただ、口にできないだけで存在はするんですよね、あの同性愛。違法とはいえ存在、常におそらく存在していて、えー、とただ隠蔽されてると、まあ、そういうのをよく表している詩なんですけれども。 でえっと、これがあのボージーの肖像ですねで。ワイルドとボージーが一緒に撮ったという写真も、なんかあんまり画質がよくなくてよく分かりませんけども、あるということです。でそれでですね、1895年にダグラスのお父さんのクイーンズベリー公爵が、ワイルドに対して同性愛者だって名出ししていろいろ侮辱してきたんですねで。名誉毀損でワイルドが公爵を訴えます。 最初なんかあんま証拠ないっていう話だったんですけど、クインズベリー公爵が一生懸命証拠集めで押して、ワイルドのまあいろいろボーイフレンドとかがいたことが明らかになるんですね。で、逮捕されまして、ワイルドは裁判にかけられた後に有罪となって、ペントンビル監獄などで2年間服役して、1897年に出所します。で 刑務所出た後ダグラスと復縁しては喧嘩するみたいな,なんか腐れ縁が続きますがいろいろやっぱり急に刑務所に入ったりしたせいであの体調不良になってたみたいで1900年にパリでお亡くなりになるとでその後ペール・ラシェーズ墓地というところに埋葬されてあるんですけどここですね、まあ、観光地化されてましてなんか 他にも有名な人がたくさんあの埋葬されているので、お墓に落書きとか、ファンがお墓にお来てなんかいたずらするとか、本当にた後を絶たないらしいんですけど、まあ、あのお墓は観光地化しています。であの、ワイルド、基本劇作家です。小説とか批評とかも結構書いてるんですけども、であのまあ、あの最初の方の有名な作品がウィンダーミア恐怖人の扇ですね。であの あのレディ・ウィンダミアという若い女性が主人公の1人で、このレディ・ウィンダミアは母を知らずに育ったんですけど、であのなんかお母さんを結構理想化しているところがあるんですね。で、この夫のウィンダミア日はですねあの、悪名高いアーリン夫人という女に会うんですけど、このアーリン夫人はですね、なんかどうやら貧困がよろしくなくて、社交界から追放されたっぽい女なんですが。 この人ですね、あのレディー・ウィンダーアの実母でそのことをウィンダーメア教に打ち明けたんですよ。で、そういうわけで、このウィンダーメア教とアーレン夫人はいろいろ会ってると。アーレン夫人お金がなくて、ウィンダーメア教にお金もらったりとか、いろいろなんかありまして。で、ところがですね、あのなんかそういう実母だとかいう話で会いに来てるのに、あのレディー・ウィンダーアはアーレン夫人が夫の愛人だと勘違いして激怒して、でついついですね、なんか。 あの男性の友達のダーリントン教っていう人に誘惑されて、なんかもう夫,と夫が頼りないから逃げ駆け落ちしようかとか思い始めるんですね。で、これをしたアーリン夫人がですねあこれ、これはいけないと、娘が昔の自分同様、社交界から排斥されそうなことをしようとしていると、駆け落ちをするときっと人生を防衛に振ると思って。 なんかあのダーリントン卿となんかできてるのは自分でレディウィンダミアじゃないみたいな風に器って恥を全部一人でかぶってあの娘がスキャンダルまみれになるのを防ごうとするんですね。でアーリン夫人は今日起こったことを絶対夫に打ち明けないようにとレディウィンダミアに約束させて。あの 結局いろいろあって、まあ、あのアーリン夫人も何とかスキャンダルを免れて、オーガスタス・スロートンという人と結婚することになってロンドンを去るというお話です。これポイントは、レディ・ウィン・ダンミアはずっとアーリン夫人が自分の実母だって知らないんですよ、最後まで。っていうことなんですよね。いろいろ気の利いたセリフが多くて、あのワイルドのお芝居っいうのは気の利いた面白いセリフが多いのですが、まあ、このお芝居の有名な一節として、 Life is far too important t t h i n g about to talk seriously about it. 人生というのは真面目に語るには重要すぎる事柄ですよっていうのがあるんですけど、これですね、あのおかしいですよね。いあの聞いた感じ、ちょっとおかしいんですよね。人生っていうのは、なんか真面目に考えなくちゃいけない。なぜだろう、重要だから真面目に考えなくちゃいけないと思うはずですけど、これ逆のこと言ってるんですよ。人生っていうのは真面目に語るには重要すぎる事柄ですよ。 まあ普通の考えと逆なんですけどよく考えると自分の人生なんて自分で把握できてるわけないんですよね主観的に。ってことは自分の人生について真面目に語るなんていうことはできないのかもしれないんですよ重要すぎて。というようなことを考えるとまああのなんか一見なんかちょっと聞いた感じでなんか,かなりおかしいような気がするんですけどなんかよく考えると あそううかもって思うみたいなこれエピグラムとかっていうんですけどもそういうなんか一見ナンセンスでもなんか実は裏の意味があるみたいなあのセリフがあのワイルドのとても得意とするところです。かサロメですねこれはなんかとても人気があってあの卒論とかでも扱いたいという人が多い作品ですけど、まあ、短いし分かりやすいんですよねでちょっとすごいなんかセクシーな話で。 えっと、ヒロインがですねタイトルロールのユダヤの王女サロメはですね預言者ヨカナーン、あのヨハネですね、聖書に出てくるように恋をするんですけど、まあ、ヨカナーンに愛を拒まれるとで。これですね、サロメはえらい大変な環境にいまして、あのお母さんであるエロ,エロディアス、あのヘ,ロあのヘロディアと呼ばれることもありますが、のあの結果あの、えっと、サロメのお父さんの後に結婚したケイフですね。 エロド、ま、ヘロデって言われることもありますけど、がなんかサロメに色目を使ってるんですよ、まあ。はっきり言って性的虐待なんですよね。で、あのそれでですね、このエロドウがあのサロメに宴席の要求として何でも好きなものをあげるから戻れって言うんですね。でなんかまあ、これセクハラなんですけども、かあのあの自分の,あの義理の娘に。 演籍で踊るように強要すると。なんかまあ完全にセックハラなんですけど、サロメ最初なんか全然嫌がるんですけど、なんでももらえるって言ったら、じゃあ踊るって言って踊るんですね。で最後に、ヨカナーンの生首をくれって,ってつまり自分に振り向かなかったヨカナーンの生首を所望すると。で、エロドは生首を与えるって、サロメがそれに接吻するんですね。で、エロドは驚いて、サロメを殺させるというお話です。 これ、旧約聖書が題材なんですけど、ほぼ脚色で、旧約聖書はこんな,なんかセクシーな話じゃなくて、完全に政治と宗教のお話です。あのとサロメのお母さんが、そのヨ,ハンまあ、ヨハネはです、ね、サロメのお母さんのことをボロクソに言ってて、あのでも、さすがに預言者でカリスマ性があって、支持者がたくさんいるから、まあ、口封じをしたいわけですね、サロメのお母さんは。ということで、なんかよく理解事情を理解してない娘を使って、ヨハネを。 亡き者にしようとするみたいな、なんかもう本当に政治と宗教の,けあの宮廷陰謀劇みたいな話なので、全然違うんですけど、旧約聖書が。ただ、この頃はですねあの、フローベールとかギュスタブ・モローとか色々な、いろいろなジャンルを問う芸術家がこのサロメのお話をいろいろ脚色したりとかするのが結構流行っておりまして、まあ、その感じでワイルドもサロメをお芝居に脚色したと。で、えー、っと、これですね、まずなんかフ、あの、 フランス語版がであの出たんですよね。サラ・ベルナールの主演で初演、ロンドンでやる予定だったんですよなんかもう聖書の話でスキャンダラスだとかいうことで、まあ、検閲とかいろいろありまして、初演がスムーズにいかなくて、まずフランス語版が出て、翌年英語版が出ます。で、1896年にフランスで上演されたのが初演と。で、このあとで,ですね、サラメ結構あの短いんですよね、このお芝居で。 あの短すぎるせいでそのまま上演するよりは多分シュットラースがオペラにしてましてそっちの方が上演されると思いますが、まあ、あの特にですねサラメ踊るところでですね7つのベールの踊りっていうの踊るんですけどなんかこの踊りがなんだか全然戯曲テクストには書かれてないのですがどういうわけだかこれ全部脱ぐんですよ普通の舞台だと。でなんかすごいスキャンダラスな踊りなんですけどもでこの踊りのところがすごい有名になってなんかサロメの踊りだけでなんかあの だけでもう通用するぐらい7つのベールの踊りだけでなんかもうお芝居行く人なら想像できるぐらい有名なものになっております。であの,このサロメをどう解釈するかというのはとてもいろいろ難しい問題でこれはなんか女性嫌をつまり なんか女性の悪魔的なの側面とか差別的に描いた芝居なのかそれともいわゆる新しい女ですねこの頃のあのそれまでとは違うあのであのビクトリア朝末期の新しい女たちの関するお芝居なのかあとこれは私がいつもしている解釈なんですけどもこれはあの理解されない芸術家とかそういう、まあ、ワイルドが好きだったテーマの変装なのか あのまあ、いろんな解釈ができてよくわからないんですよ。わ、まあ、からないから人が惹かれるんですけれども、でまあ、本当にこれ、サルメ今でも人気がありますので、あの <laughs> とオブリ・ビアズリという人が、なんかちょっとすごい不思議な感じの,あの、えっと、イラストを描いていたりとかあの、あと映画にも何度もなってますし、まあ、おしあの舞台としても、まああの、オペラ化もされてるしということで、まあ、とても有名な作品で、えっと、人気があります。 それから理想の夫ですね。でこれはですねなんかこれは政治スキャンダルの話です。 で、有力な政治家のロバート・チルターンと、清廉な女性のガートルードってのは、なんかすごい幸せに結婚してて、うしても順調なんですよ。ところが、ガートルードの学友のチブリー夫人がですね、なんかこのチブリー夫人が、なんかちょっとやばげな女の人で、ロバートに近づいて、ロバート昔のちょっとやった、若い頃にやった悪いことをきっかけにして、揺すろうとするんですね。それをきっかけにいろんな問題が起こります。でそこにですね、チルターン夫妻の親友で、なんか、 ダンディの遊び人のアーサー・ゴーリングという男がいるんですこの人ですね、なんか昼まで起きてこないタイプの、まあ、働かない遊び人ですね。ですが、いざとなると役に立つんですごい。なんか結構頭よくて、大活躍してこの夫妻の名誉を救ってくれるんですけど、いろいろなんかそれに伴って誤解が発生するんですが、解決しているアーサーはロバートの妹のメーベルと結ばれると。で、これですね。 なんか今だとなんか考えきれない、考えられないぐらい、あのビクトリア朝の政治的モラルが厳しかったことが多分背景にあって、今、なんかですねなんか本当に政治家って結構何しても捕まらないみたいな、なんかもう大変なことになっているので、よく理解できないと思いますけれども、あの若い頃にちょっとだけ悪いことをしただけでも、まあ、すぐにスキャンダルで政治生命が絶たれるみたいな時代だったということを考えてみないといけないお芝居なんですね。 でそういうのをいつまでも許さないのはいいのだろうかっていうのが、まあ、このお芝居のまあ深刻なテーマの一つであり一方であのこれですねガートルードとアーサーが性別が男女なんですけど親友なんですよ、まあ、あのアーサーはロバートとも親友なんですけどであのなんか 男女で親友が出てきて、きちんとお友達でみたいな作品ってそんなに多くはないんですけど、この時代だと。これ結構それちゃんと書いてるんですね。まあ、そういうところが面白いなと思うところですけれども、これもですね気の利いたセリフの数々がありまして、有名なセリフ1個出すと、自分を愛するということは生涯にわたるロマンスの始まりだと。 えっとですね、つまりこれはもう誰,誰か人を愛する他人の愛するなんてことはもうロマンスじゃないと、まあ、ロマンスなんですけども <laughs> で一番大事な人生で一番大事なロマンスって自分を愛することつまりあの、まあ、自分を愛するのは大変なんですよね自分何か自分がしたことに関して後悔したりとか自己嫌悪に陥ったりとか自分を評価できないということが多いですけど自分を愛するっていうことが大事でそれはもう生涯続けなくちゃいけないと。 でもうだからその自分誰かあの別の人を愛するとかよりも自分を愛する方がもう本当に情熱的な一生にわたるロマンスなわけですよっていうのがこのセリフの言っていることです。これから真面目が肝心ですね。でこれですねなんか大変複雑な話で、えー、と2人あの男性主人公が出てきてそれからあの女の女性の主要登場人物が2人出てくるんですけども。 男性の2人がですねなんか同じ名前を使っているので難しいのですが、まずロンドンに住んでるアルジャーノンという男がいて、この人、ですねなんか出たくないイベントとかに誘われると、田舎に病弱なバンベリーと友達が住んでて、その人が病気で規則で面倒見に行かなくちゃいけないからって断るんですね。バンベリーは実在しないんですけど、あのなんかバンベリーさんをでっち上げて、なんか あの出たくなないあの社交的な催しととかか親戚の集まりとか全部下げてるんですよで一方でアルジャーノンのお友達のアーネストの本名ジャックで田舎にいる時は放刀者の弟アーネストを心配する真面目なお兄さんジャックでロンドンでは放刀者アーネストとして二重生活を送ってるんですねなんかどの程度の放刀をしてるのかがあんまりちゃんと書かれてないので想像するだけなんですけども でこの2人がですね、双方、アーネストという名前を使って、一流の女性に求婚するしたせいで、いろいろ騒動が起こるというお話です。で、これ名前に反して、すっごい不真面目な芝居ですね。こんなに不真面目な芝居、めったにないんじゃないかと思うぐらい不真面目で、これアーネストっていうのが、真面目っていう意味で、なんかつまり、日本だとま、まことちゃんみたいな名前なんですけども、で、あの真面目が肝心っていう話ですけど、全然真面目な話ではないです。 でなんか本当になんかなんかあの不真面目な話なんですけど、すごい笑いまして。であのワイルドの作品としては多分最も人気があって、よくあの英語圏ではすごいよく上演されるし、あとなんかアマチュア演劇とかでも好かれてる作品らしいんですけど、で喜劇としては多分シェイクスピアのものに並ぶ上演回数を誇ると思われます。だから日本でそんなにこれ上演されなくて。 日本だとなんかワイルドのお芝居ってともっぱらサロメになっちゃうのが残念なんですけどあの、ままあ、真面目な感じでやっと最近ちょっとちゃんとした上演があのエビスであったりとかしたのですがあの結構ですねまあ,あのとても英語系だ人気のある作品です。でプラスこの曲をきっかけにバンベリーっていう言葉が英語に導入されました。これはそのこのお芝居に出てきた通りなんかその 何か,かのイベントを断りたいときとかにでっち上げる人とか、あるいはものです、こと事柄ですね、を名詞でバンベリーっていうし、あれはそういうやり方で何かを,をサボることを動詞でバンベリーともいいます。ということで、現在の英語の語彙にも影響を及ぼした作品です。で小説なんですけども、 あの小説としてはですね、あのドリアン・グレイの肖像だけがあのち、ちゃんとしたワイルドが書いた長編小説なんですよで。雑誌に出した後に書籍になりましてで、これは大変有名で、しかもですね、これめ、めちゃめちゃ読みやすいです。ヴィクトリア朝の英語とは思えないぐらい、そろそろ読めます、多分で、なので、もし英語にちょっとなんか読んでみたいっていう人、古典を英語で読んでみたいっていう人、挑戦するといいと思うんですけど。 まずあので、絶世の美青年のドリアン・グレイが主人公で、この人とかですね画家のバジルに自分の,あの美貌の肖像画を描いてもらうんですね。ところが、ドリアンはです、ね、ヘンリー教っていうなんかあの年上のちょっとわわわ悪なあのちょちょ、ちょい悪親父っていうか、結構な悪親父の友達の影響で、いろんな悪いことに手を染めて、そのためになんか肖像画だけ見にくくなって年取るんですけど、ドリアン本人綺麗なままなんですよ。ところが、ドリアンはある日です、ね、絵にナイフを突き立てたら、その後、 なんか醜い男の死体と元どりに美しくなった絵が発見されたっていうなんか,あのなんかこう雰囲気でいろいろ嫌なことを出すみたいな感じのホラー小説でこれもすごい人気がありますね。でまあ、映画化とか舞台化とかもされてます。ミュージカルにもなっております。最近配信のミュージカルがありました。で、えーっとまあ、これは結構有名な小説です。それからですねあの子供向けの短編とかもいっぱい書いてて。あの 幸福な王子が多分有名だとあの、短編としては子供向けの短編としては有名だと思うんですけども、あの王子様とツバメのお話ですね。これ、子供の時になんか絵本とかアニメとかで見ましたって人いるかもしれないと思うんですけども、とても人気があります。あと、キャンタベルの幽霊っていうお話があるんですけど、これはなんかあの幽,霊幽霊屋敷をアメリカ人が買ったら、アメリカ人が全然幽霊に驚かないんで、 幽霊があの人を怖がらせることができなくなって衰弱するっていうなんかもうすごい笑える話ですけどもでこれ英文学の教材としてすごいよく使われてて私が学生の頃も読んだし今でも教科書に乗ってるたりするんですけど大学ので私があのなんかえっ、ー、と学生の時にですねなんかビクトリア朝短編演習みたいなやつに出ててで毎週毎週すごいビクトリア朝のですねめちゃめちゃ難しい短編を読,む読まされたんですよで なんかもうすごい辛くなって、しかも話が暗かったりして辛くなってきて、みんな最後まで読めなくなってきたんですけど、そこでキャンタブルの幽霊があの出てきて、その時に先生が、 あのキャンタブルの幽霊は全部読めましたかってみんな全部読めてて、面白かったですかってみんな面白かったですって、すごい活発に議論ができて、先生がすごい安心しましたと。キャンタブルの幽霊が面白くないっていうふうに学生が言ったら、もうなんか自分は首をあの自殺でもするしかないくらいですからねとかって言ってて、まあ、鉄板で面白くて読みやすい教材として、英文学の先生の間では有名なやつなんですね。 の WHC の肖像っていうのも、これもなんか英文学の教材とかになったりするんですけど、シェイクスピアのソネットに出てくる謎の、なんかシェイクスピアのソネットって謎の、なんか身元不明の美青年に捧げられてて、それが誰かっていうのに、なんかはモデル探しにハマって、なんかいろいろおかしなことを始める人の話で、なんかその、なんでしょう、結構なんか、今でいうファンカルチャーとかを取り上げた感じのちょ,ちょっと怖い小説なんですよねっていうのがあります。 で一応ワイルドのキーワードとしていくつかお話ししておきたいことがあるんですけどもまあ u 主義ですねエステティシズムというとても発音しにくい単語がありましてでなんかその、まあ、美しいことが重要だとその道徳的に立派だとか教育的だとかじゃなくて美しいっていうのは美しいだけで意味があるんだっていうのがこの UEB 主義っていうやつで。 あのワイルドの,はこ,れをのじ、まあ、これの代表的なイギリ,あのイギリスでの作芸術家の一人なんですけどでこれにあのこれファッションとかにも影響を及ぼしててエスティティックドレスっていうなんかポルセットとかをつけないゆったりした衣服とかがなんかワイルドおしゃれでしたので男性も女性もなんかそういうおしゃれで動きやすい服みたいなのを推進してて。 であのなんかこのエセテ,ティックドレスっていうのはラファエル前派とか ABC 的な芸術の影響を受けていて中世ルネサンスの衣類を参考にしていることが多いんですけどもでここでですねなんかまたちょっとギルバートサリバンが出てくるんですけど「ペイシェンス」ってサボイオペラがあってこれなんかですね詩人同士の分断の戦いみたいなのをなんか風刺的に描いた作品であのワイルドポーク 雲見えるる詩人が出てくるんですよなんか多分本当のモデルは違う人が持つかって言われてるんですけどもであの演出すなんかするときにワイルドっぽくできそうな感じの詩人が出てきててあの多分もうちょっと一般的なあの分断のなんか争いとかを描いてるのでワイルド自身がモデルかどうかちょっとあんまよくわからないんですけどもであのそれでなんか詩人がやたらとこうエステティックドレスっぽいなんか洒落た服ででき,てきたりとかする演出があったりするんですよねこれでまああのだからこういう感じであのいろいろと あのなんでしょう、ギ、まあ、ルバートサリバンとかワイルドとかって多分同じ文化的なあの、えっと、世界にいる人として、社会にあの、同じ文化的な平面にいる人として考えた方がいいんだと思うんですけども、あとユーモアですね、あのとにかく面白おかしいです。で、特にワイルドのユーモアというのは、表層だけ見ると軽薄なんですけど、その人にいろいろ辛辣な風刺とか、人生に対するうがった考察、皮肉、パロディ の海が広がが広ってるようなな表現が得意なんですねすごい面白いおかしいんですけど、ただですねなんかワイルドの、ワイルドの名言として広がってるやつって、なんか実は出典不明なのが勝手にワイルドのものだってされたりしているので、注意が必要です。プラス、なんかですね、ワイルドのお芝居に出てくるセリフって、なんか額面通りに受け取れないやつが多くて。 ワイルドのお芝居って男はこうだとか女はこうだみたいな表現よく出てくるんですけど、ほとんどはなんか戯曲の中で皮肉なコンテクストとか出てきてて、全体を見るととてもなんか額面通りに受け取れないような表現が多くてですね、かなりあの、えっ、ー、とな、なんていうの,か,あのちょっとか、ちょっと考えて受け取らないといけない作家です。それからまあ同性愛ですね。で、ワイルドが生きてた時代、男性同性愛は違法行為だったので、あの、 ただですねなんかワイルドはおそらくかなり同性愛のせいで厳しく罰された人で社外的に抹殺されたんですけどもあの他にもですねいろいろなんか同性愛行為でい、まあ、いろいろひどいスキャンダルを起こしてしゃあのいた人っていうのはいるのですがあの特に多分ワイルドは目立った感じでつあの厳しく処罰された人だったんですよ。 でそのせいで、最初の近代的なあのゲイアイデンティティを持った人とかって言われたりすることもあるんですけども、さっき言った通りあり、その名を口にできないってい話をしましたけど、まあ、語ることができないアンスピーカブルな行為というふうに同性がされていて、まあ、それが。 あのいろいろなんか文学とかで「アンスピーカブル」とか言われてるとなんかこれは同性愛じゃないかとかみたいな風に読めるっていうちょっと小,ネタ小,小技みたいなのがあるんですけれどもであの、まあ、だから、えっと、読みワイルドは読むときもやっぱりこのなんか当時の同性愛者の文化みたいなものをちょっとちゃんと考えた方がいいのじゃないか考えて読んだ方が面白いんじゃないかということは言われています。 であの長年にわたってですね男性同性愛ってイギリスで違法であと同性愛者だってことが世間に知れると本当に大きいスキャンダルになって場合によっては社会的抹殺につながったりもするんですけれどもあの、まあ、今はもう特にあの同性愛は合法化されましたし同性婚もできたりとかいろいろな権利が保障されていますので,でただあのワイルドは未だにこうやっぱり同性愛差別のせいでひどく虐待された芸術家として。 イギリス、アイルランドではとても有名です。それから最後、キーワードとしてアイルランドですね。で、お母さんがアイルランドのなんかナショナリスト運動に関わったりとかして、アイルランド生まれで、名前もフィンガル・オフラハティと。ですが、ワイルドの英語って全然アイルランドだっ,ちんだって分からないんですよ。なんかすごい簡単な英語で書くんです。すごい簡単で簡潔で、多分あの読みやすい英語で書くんですね。で、 あの私がよく言っているのはあの生まれ育ちがわからない英語,英語って言ってるんですけどもでそのあたりが私はとても面白いと思ってこれはちょっとあの、まあ、今日あの授業で話すというよりは私の意見なんですけどもあの何かそういう出自を隠すための英語で書く人だと思います <laughs> ワイルドというのは。あの他にもです例えば あのもう少し後でバーナードショーのお話をしますけどもバーナードショーのピグマリオンに出てくるヒロインのイライザってあのロンドンの下町で生まれて国人なまりっていうのを強制してもらうんですけど強制された後の話し方がどこの人が分かんないような話し方になるんですよっていうのがあるんですねそれからこれイギリスの首相だったマーガレット・サッチャーって人がいるんですけどもマーガレット・サッチャーもですねこあのう地方出身で そんなにリッチじゃない家庭の子供だったのでそういう生まれを隠すためにすごい人工的な話し方をするんですよ。で全然違いますけどこのワイルドが書く英語っていうのはサッチャーとかイライザーとかが話す英語みたいな自分あの話し方だけだとどこから出てきたのかわからないその出自不明者自分の出自を隠すための英語だと思うんですよね。でまあその辺がすごくあの面白いところでもありかつ あの我々のような英語圏で生まれ育って,ていない人にとってはすごい読みやすいんですねというところがあると思います。で、ワイルドは大変本当に読みやすい英語で書くので、あ,のあと子ども向けの文学とかもあって読みやすいので、大変おすすめ、あの最初にあの古典的な英語の作品を最初読みたいという人に最初に読むものとしてとてもおすすめできますので、ぜひあの英語で、ぜひえ、なんか英語で。 あの英文学の古典を読みたいという人はチャレンジしてほしいと思います。